ワンボードマイコン。ワンボードマイコンとは、剥き出しの一枚、ワンのプリント基板、ボードの上に、電子部品と最低限の入出力装置をつけただけの、極めて簡素なマイクロコンピュータである。もともとは、いわゆる評価用ボードだったのだが、コンピュータが個人のホビーとして、使えるようになった、最初の携帯の一つとなった。その後、マイクロコンピュータは、ホームコンピュータ、ホビー。 パソコンも参照やパーソナルコンピュータへと文化発展し、ワンボードマイコンは元の評価用や組み込み開発用ボードに戻った。その後21世紀に入ってからアルデューノなどモノ自体としては大きな違いはないが、ホビー等より広い顧客層に向けたタイプの製品、商品が現れるようになった。またシングルボードコンピュータと呼ばれる新しい形態も現れた。 シングルボードコンピュータについては、そちらの記事を参照。ここでは1970年代のそれについて述べる。製品としては、組み立てキットのものと、ボードとしては完成した状態で販売されたものとがあった。部品単位から組み立てる製品では、購入者は、ハンダホテを使って組み立てることから始める。 ボードに直流電源を供給する電源ユニットも別売りのものが多かったが、当時は自作するものも多かった。ボード自体を設計自作するものもいた。入力機器もまだ点キーのようなボタンがついているだけだった。これは A から F までの16進数を入力するボタンとアセンブリ言語のニーモニック入力などに使用するキーが9個程度の計25個程度しかなかった。 また、東芝の EX シリーズでは、電気 E 程度のボタンさえもなく、タームイスイッチ、ON カオフかの2方向しかないが8から12列並んでおり、これらを上下させて2進数で入力する機種も存在した。これは、ホビー用マイコンとして、初期のヒットした機種であるアルティア8800と同じだが、アルティア8800自体は、ワンボードでなく、ケースに入っていた。出力機器としては、 8桁程度のセブンセグメント LED を標準で備えているものが多かった。ワンボードマイコンでプログラミングを覚えても目に見える変化はセブンセグメント LED の数字が変わるものしかれなかった。しかしこうした貧弱な表示でも楽しむ要素を作ろうと、例えばセブンセグメント LED のととを使ってプロペラを表してみたり、セブンセグメント LED を横直しにして、 縦8段横3列のブロック崩しを作るなど、涙ぐましい努力が見られた。また、汎用、愛、オーポートを備えているものが多かったので、外付け回路により、様々な制御を試みることが行われた。より発達した入出力機器、なんとかパソコンと言えそうな程度まで持っていくには、キーボード、テレビ画面、プログラム言語、載せることが可能なのは、タイニーベーシック化。 フォース程度が必要となるメーカーによってはこれらのための拡張キットも発売していた。とはいえこれも使用者が工作をせねばならず自作でベーシックを搭載するユーザーもいた。このカテゴリーはアルデューノが初の製品であるといったわけでもないがワイリングなどがあった安価でプロの開発者ではなくもっぱらホビーストを対象とし PC 上のスクリプト言語などから制御できるといった 特徴を持つ。少し方向性は異なるが、窓のように開発環境は Web 上にあるといったタイプの製品も現れてきている。黎明期の初っ端においては、日本は米国と同様にエンジニアや工塚が独自に部品を調達して、ワンボードマイコンなどを設計、製作し、あるいはもっぱら輸入された評価キットや、ワンボードマイコンなどが、秋葉原の電子デバイス店などの小売店で、 細々と売られる程度であった。米国では1974年末に発売されたアルティア8800がヒットすると、その後換気も複数登場して広がりを見せていた。日本でもこれらの輸入品を取り扱う店舗がいくつか登場したが、高価であったため購入できたものは少数であった。1975年にインテルの評価キット、 発売時13万5千円が発売された。それまでの評価キットはすでにボードに部品が付いている完成品であったが、SDK-80 は未配線で必要な部品をセットにしただの組み立てキットであった。これはキットを技術者自らに組み立てさせることが教育的に有効であると判明したためであった。この方式は好評を博し、後発の製品に影響を与えた。 SDK-80 はテレタイプ端末を想定したデバッグモニターがついており高機能であったが必要とされるテレタイプは数十万円と高価でありとても個人で所有するものではなかったテレタイプを持たない一部の構図家が先走ってこれを購入し後になってその点に気づいた例もあった日本では1976年5月に東芝より TLCS-12AEX-0、定価99000円が発売された。電源装置さえ別途用意すれば、1 2ビットの LED 表示とディップスイッチを使って、テレタイプ端末などの入出力機を必要とせずに、動作させることができる、日本国産初のワンボードマイコンである。米国でも、同時期に MOS テクノロジーからテレタイプが不要なキム1が発売されて、 好評を博した。日本において、後の国産マイコンに連なる最初の製品は、1976年8月3日に日本電機から発売された TK-80、定価88,500円とされる。本機は TK という名前からもわかるように、元来は8,085巻マイクロプロセッサの評価、教育用ツールで、 ボード26新キーボードと LED 表示器がついただけのものだった。しかし、同年9月13日に秋葉原ラジオ会館に開設したビットインでサポートが行われるようになると、本来のターゲットである技術者を上回る勢いでアマチュアの講座や学生に売れていることが明らになった。同年10月に NEC マイコンクラブを結成するなど積極的なユーザー支援体制もあって、 企画当初の予想を超えたベストセラーになった。TK-80 の立ち上がりを受けて他社からもワンボードマイコンが相次いで発売された。サードパーティーからはその周辺機器が開発され、ブルーバックスのマイコンピュータ入門以下三部作や月間アスキーや月間マイコンなどの専門誌も登場して、いわゆる第一次マイコンブームを形成した。 しかし1970年代後半、日本では、その数年後、手間をかけることなく、すぐに動かせる、後にパーソナルコンピュータと呼ばれるようなマシンが、生産されるようになった。海外では、アップル2以下陸属と、特にこの世代を指して、ホームコンピュータ、という分類もあるが日本では、一般的でない、日本のマシンではどれを持って、最初とするかは、議論があるが、 決定付けたのは PC-8001 であろう。ホビーの主力はそちらに移り、いわゆる第2次マイコンブーム。ホビーパソコンの記事も参照。またビジネス用には1980年代前半に現れたマッキンチや IBM PC といった高性能、高機能なランクのパーソナルコンピュータが使われるようになり、マイコンボードは評価用、トレーニング用、 制御組み込み用といった元々の位置に戻ることとな。その後、2000年代に入り、アルデューノやラズベリーパイ、インテルガリレオ、ビガルボード等の趣味や教育用のシングルボードコンピュータが各社から発売され、活況を呈している。以下の各説も、もっぱら1970年代のそれについてである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。